練習してたけどな、練習してよね。あ、できた、やばい。どうも皆様です。ということで今回もスプラゼンからもやっていきましょう。まずはガンガチャ音楽堂ですね。で今回もね、ビーコンありスペシャルのクレームやっていこうかなと思うんですけど、今回こちらタケなんだっけ、俺竹忘れた、もう忘れ名前忘れた、竹なんとかです。はい、これね、あの久しぶりにねチャージャー使うんですけど、これスペシャルがね、あのバブルなんですよね。でバブルを打って、で竹でねこうやってバブルを割るっていう戦法でやっていこうかなと思います。いやめっちゃミサイル、なんでこうと毎回思うけど、みんなミサイルよく飛ばして、毎回ミサイル飛ばしてくるよね。みんななんでミサイル好きなのかな、飛ばすの。多分かくれん、スプラクレンボーね、竹初めて使うんじゃないかな。だからね、ちょっと今回頑張っていこうかなと思います。僕、竹最近ね、僕大好き好きくんなので、竹大好き好きくん。今回ちょっとこれでオールキル目指してやっていこうかなと思います。よし、じゃあやっていこうか。とりあえず僕、毎回ね、ゲーム始まった瞬間、初手スペシャルって言ってさ、打つんだけど、今回打ちません。ちょっととりあえず真ん中あたりまで行ったら打つわ。こういう感じでね。うわ、あー、でも思ってるちょっと、竹、あ、でも結構濡れるな、思った以上に。さあ、ここら辺で使うわ。いきます、スペシャル。はい、あ、ちょっと今思ったけど、すっごいあんま濡れないな。待って、バブルあんま濡れねえな。待って、やばい、今バブルってあまり濡れないんだ。待って、やばい。でも一応塗りはねちゃんとしてると思う。塗りはちゃんとできてると思うわ。そう、バブル溜まりました。ここら辺に置こうかな。はいはい、で、はいはいはい、ちょ、思った以上にバブルが濡れないことに気づいた。ちょっとやばいやばいやばい。バブルって結構濡れるのかなと思ったんだけどさ、ちょっと待って、思った以上にバブルが濡れなくて、ちょっと僕やば焦ってます。さあ、でもとりあえずね、角っこ自衛的塗っていくわ。うん、さあ、いいかな、いないか。ここ 1,2,3 点塗りね。はい、 1,2、 あ、3回か、3回打たないと割れないんだ。え、多分3回じゃなくて2回打って割れる時と3回打って割れる時があるんだけど、何の違いがあるんだろう。いまいち僕ね、バブル使ったことないんで、スペシャルのね、いまいち何の違いがあるか分かる。こいそうだな。いないか。いまいちね、このバブルのね、何この、割れる数分かってないんだけど、2、3。これ2回割れます。これ、あ、これ3回。あ、さっき、あ、ほら、今2回じゃん。さっき3回、2つとも3回で割れたけど、お、なんか怪しいぞ。あ、いないか。なんかさ、2回で割れるときと3回で割れるとき、あ、こっちビーコンあるの。よし、壊した。ギリギリで壊しました。さあ、また残り28秒。全然時間ねえわ。うわ、なんでこのビーコン置かれてんの。なんでこのビーコン置かれてんだい。行こう。あ、ここいそうじゃないですか。はい。あ、いたいたいた。あ、飛んだ。やっぱいたわ。うわ、見逃したのすげえ悔しい。まあ、塗ります。はいはいはい。はいはい。あれ、はい。オッケー。あと1個、あった、バブル。バブルめっちゃ遠くに行くじゃん、バブル。さあ、こことかいるか。ここ塗ったっけ。塗ってないね。ここいそうじゃないですか。誰かさっきビーコン、待って、ちょっとやばい。あとこれ1分しかない。やばい。全然濡れてない。やばい。マジでやばい。ここいそうじゃない、ここ。ここ打ってみまーす。はい、1、2。待って。うわ、ここいそうじゃない。あ、当たんね。あ、あー、バブル。待って、バブル。最悪だ。やばい。怒られる。ちゃんとサバさん探してください。とか、一人も見つけられてない。やばい。ちょっと待って。え、やばいやばいやばい。はい。バブル消えちゃったな、多分。どこ？待って、やばい、いないんだけど。あ、待って、見た、見つけた。見つけましたよ。よし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 。ミヒさん、 MIHI31 さん、ミヒさんって呼べばいいかな。ミヒさん見つけました。いや、待って、あ、一人しか見つけられない。待って、ここ怪しいぞ。ここ怪しい。このインクレールの裏、怪しいがいない。ここで、いや、塗ります。え、ここいる？え、いないよ、いないよ。ま、一人でも見つき、わ、全然濡れてね。濡れると思ったのに濡れてね、全然。よーし、ガンガチャの角度やっていこうかなと思います。答え合わせですね。いや、一人しか見つけない。三人見つけられてないんだよね。そう、めちゃ悔しい。お、マジで悔しい。さあ、ということでね、みんながくれたとこ見ていこうかなと思うんだけど、まずバニラアイスプリン。全然言えなかった。バニラアイスプリンさん。ここにいたみたいです。うわぁ。ここのね、ビーコン壊したんだけど、見てなかったね。そうそう。ちゃんと塗ってなかった、ここは。やべ、ちょっと、今回ね、何？隠れてる人を探すというよりも、バブルを割るのに必死だったわ。バブル！待って、バブル！では次、ビンチョウマグロ。いや、ビンチョウマグロめっちゃ美味しいよね。ビンチョウマグロめっちゃ美味しいの分かる？僕ね、
結構ね、ビンチョマグロ食べるわ。寿司行った時、回転寿司。そうそうそう、ビンチョマグロうまいよね。なビンチョマグロ好きな話じゃなくて、ビンチョマグロさんここにおりました。これ隠れ側のリスポーン地点出てすぐのここかな、ビンチョマグロさんね。いやーこの場所も行ってなかったね。いや運が良かったら、もしバブルがさここにあったらさ、多分ね、なんか LINE 来たんだけど、いやーバブルがさビンチョマグロさん近くまで飛んでくれたらさ、バブルはって見つけられたかもしんないね。おあ、あヤミちゃん。いやーマジか、エミちゃんここにいたみたい。わーちょ、今回竹じゃなくてさ、なんだろう、銀モデラーとかあったらさ全員キルできたかもしんないや、みんな。いやでもね、このできなかった、できなかったとか考えるんじゃなくて、次どうするかっていうのをね考えるのがね大事なんですよねっていうね。いや、ヤミちゃんここにいたみたいですね。で僕が見つけた方、唯一見つけた人ね、この何ミヒさん、MIHI さんがここにいたと思うんだよ。あ、いた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 、いる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 、あ、いるいるいる。何してんの？何してんの？ミヒさん、ここのね、上の、何、このスピーカーの上に隠れていましたね。うい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 、ミヒさん。いやー、一人しか倒せなかったの悔しいね。よーし、というこ、ちょっと待って、ごめん。リンゴジュース飲んで、ちょっと、リンゴジュースが喉に詰まったわ。はい、ということで、今回、おお、みんなローラーで縛り、みんなローラー縛りしてきてる、すごい。見て。で、今回ですね、久しぶりにローラー持ってきたんだけど、このね、ツイッター見てて、面白いツイートがあってさ、このね、モンガラキャンプ場でさ、行ける裏技、皆さん知ってます？最近それ僕ツイッター見つけて、それがね、ここ見てくださいね。行けるかわかんないんだよね。そう、やってみます。めっちゃ難しい、いきます。はい。いやー難しいんだけど、いけるかわかんないんだけど、ね、ローラーを使って、あそこの道にね、引っ掛けることができるんですよ。結構ね、僕練習してきたんですけど、ういない、ローラーをさ、こう広げて、あそこに、なんかうまくね、引っ掛けて、浮くことができるんですよ。それちょっと今回やりたいなと思ってるんだけど、練習してんだけど、練習してもね、あ、できた！やばい！やばい、めっちゃ難しい。そう、今みたいな感じでできるんですよ。そうそうそう、だからね、今回あそこにね隠れたいなと思ったんだけど、僕ね練習して2回くらいしかね成功できなかったんだよね。だからね、今回できるかわかんないんだけど、やってみるわ。そう、いきます。ふっ、そう、時間がもうあと30秒しかないから、残りもう3分からね始まっちゃうからさ、いやちょっと待って、マジで言い訳じゃないけどさ、これ超難しいから、でもできるんで、いきます。なんでできないんだろうかな。これ次もういけなかったらね、もうちゃんと普通の声隠れます。いきます、皆さん。はい、ということで普通に声隠れました。うわー、ちょ、いやー今回あそこ隠れると思ったんだけど、まあでもね、いやー今回はみんなにね、この場所、あの場所をね、まあ、紹介するという、まあ、動画を撮ろうと思って、まあ、撮ってるんで、いやーごめんね、みんな。いやーでもあそこね、うまくいけばね、マジでね、強いと思うんだよね。そうそうそう。いやー悔しい。でもね、ちょっとみんながコメント欄でさ、もし、ローラー使う、スプラローラー、僕ね、ダイナモローラー、スプラローラー、カーボンローラーの3つのローラーであそこ行けるかどうか試したんですよ。で、一番行きやすかったのが、スプラローラーだったんですよね。だからみんな、スプラローラー使って行ってみてください。もしね、行けた人いたらね、ちょっとコメント欄で教えてほしいな。僕もね、全然できなかったからね。うわ、お兄さん何様使ってんのか、怖いな。でもあそこ隠れられたらね、絶対強いと思うんですよ。いやー、僕1時間くらい練習したんですけどね、なかなかちょっとあそこね、今までで隠れたね、隠れ場所の中でね、一番難しいわ。ちょっと、もうね、ビンチョマグロくん、ビンチョマグロが倒されたぞ。待って、これミヒさん、ミヒさん、これやばい、こっち来るんじゃないか、やばくない？やばい、もう、やばいと思った時点で逃げればよかった。うわ、これ待って、MH、おミヒさんも飛んでった。うわ、これさ、僕、うわー、ちょ、隠れたいところでも隠れられないし、すぐ倒されるし、なんか引かれてるし、もう最悪だよ。ヤミちゃん、やばすくない？ヤミちゃん見つかりそうじゃない？ヤミちゃん。ヤミちゃん大丈夫？ヤミちゃん？ヤミちゃん？お、ヤミちゃん、あれ、ヤミちゃん？ヤミちゃんどこにいんの今。ヤミちゃんなんか倒される、ナイス様で倒されるかなと思ったんだけど、ヤミちゃんなんかうまく生き残ってるけど、あ、ヤミちゃん、ヤミちゃん、見てみんな、ヤミちゃんなんかあっちになんかいる。あれ、ヤミちゃんやばいでしょ。ヤミちゃんね、なんか立ってるよ、なんか。よく見つかんないな、あれでね。あとこれ20秒。うわー、これ、あ、
ミヒさん、ミヒさんはここのリスポンチェルすぐこのね、ビーコンに飛びました。さあ、あと残りのビーコンはここだけだ。ビーコン、あ、ここにビーコン、え？消えた誰か。誰か消えた。え、ヤミちゃん。ヤミちゃん消えたんだけど、ヤミちゃん回線落ちしたじゃん。ちょっと待って。いや、絶対ヤミちゃん見つからなかったじゃん。回線落ちしなかったら、うわーってか、うわーなんか、なんだこれ。よーし、デボン会話博物館やっていこうかなと思います。よろしくお願いします。ということで、今回ね、ボールドマーカー使っていこうかなと思います。ボールドマーカーネオンだね。お、ウィンチョウマグロさんやばい。ダイナモローラー使ってる。ダイナモローラー、人殺しの武器使ってますよ。ただ、ここに1個ビーコン置いて、で、どうしようかな。ここにもビーコン置こうか。てかね、さっき、スキヤに行ってきて、昨日の夜、生配信したんですけど、スプラトゥーンのね。スプラトゥーンのバトル生配信したんですけど、その時めっちゃね、コメント欄でね、もうスキヤいいですよ、みたいな、スキヤ行ってくださいみたいなコメントをされて、うわ、やべ、めっちゃスキヤ行きてーと思って、もう今日さっき、ついにスキヤに行く夢が叶いました。で、めっちゃ、何食べたか、何食べたかっていうと、三種のチーズ牛丼を食べました。今なんかツイッターでさ、三種のチーズ牛丼、チー牛って略されてさ、なんか、言われてるの分かりますみんな。なんか三種のチーズ牛丼を略してチー牛がさ、流行ってるらしいじゃないですか。僕もそれでチー牛っていうの流行ってるんで僕も食べてみたんですけど、いや美味しかったね。うん、とりあえずビーコン3つ置いたので、そうだね、ビーコン3つ置いたから、あとは隠れる場所探すのよ。みんな今日結構みんな塗り頑張ってるね。え、みんな今回塗りすごくない？結構ぴっちり塗ってるよね。みんな隙間なく今回みんな塗ってるからさ、なんか気持ちがいいね。なんかすごくぴっちりみんな塗ってるから気持ちがいいわ。どうしよっかな。ここってさあ、塗れないか。ここ塗れないか。あ、そっかそっか。どうしよっかな。ここ隠れたらバレちゃうかな。いや、ここバレそうだな。やめよう。一旦リスポンチで戻ります。ここにしよっかな。あ、ここ良くないですか？ここなんかさ、バレそうでバレなくないですか？いいね。今回ここに隠れようかなと思います。さあ、始まりましょう。みんな固まってんね。ヤミちゃん？ミヒさん？僕？めっちゃ固まってる。やばい。何このチームメンバーみたい。バニラアイスプリンさんだけ、ど真ん中に隠れてるね。僕たちはここの、何この、リスポーン地点の近くで、なんか固まってるけど、バニラアイスプリンさんだけ、ヤグラの下に隠れております。いや、てか、ビーコンちょっと偏ってるね。なんか、自信側にビーコン偏ってますね。まあでもいいんじゃないですか、それもそれで。てか、お兄さんやばいな。ダイナモローラープラスナイス玉。絶対、隠れんぼで隠れてるやつ、殺すマン編成してるんだけど、大丈夫か。怖い。ダイナモローラー怖いです。うわ、来たー。やばい、怖い。結構さ、ナイス玉飛ぶからね。うわー、やばい。うわ、ビーコン壊す。僕が置いたビーコン壊されてな、あ、壊されてない。あ、壊されたわ。お、バニラアイスプリンさん、飛んで、あ、あれ？え？なんであれ死んだの？バニラアイスプリンさんなんで死んだの？え？やばい。やばい、これやばいね。怖いね、これ。大丈夫？なんでバニラ、あれ？バニラアイスプリンさん、死んじゃったんだけど。何が起こったん？ビーコンに飛んで落ちて死んだよね。え、運が悪かったのかな。あれ多分あれ僕が置いたビーコンだと思うんだけど、バニラアイスプリンさんが置いたビーコン、あ、飛んだビーコン、僕の置き方が悪かったのかな。ちょっとバニラアイスプリンさんごめんなさい。なんかやばい、これ、いや、ビーコン壊されると思ったら奇跡的に壊れなかった。あと残りビーコン1,2,3,4,5,6個ビーコン残ってる。結構ここら辺にビーコン固まってんだな。いいね、いいね。いや、みんな見て、残り1分。いや、そろそろ1分が結構こう、お兄さん塗ってんだ。あ、やばい、闇ちゃん、闇ちゃん死んじゃったよ。待って、これこっち来るんじゃないか。やばい。こっち、お、おい、オッケー。オッケー、やばい、怖い。ダイナモローラマジで怖いからね。射程長いもんね、ダイナモローラ。縦振りでここに撃たれたら終わりますからね、僕。やばいね、あと残り40秒。これいけるかな。あと残りビーコンは1、2、3、3つビーコン残っております。うわー、これミヒさん大丈夫かな。ミヒさんの近くにおじさん来てるからね。うわ、やばい、来た。こっち来るかな。やばい。うわ、ミヒさん、やばい、ミヒさん。あと残り僕だけだ。やばい、しかもビーコンあと1個。ビーコン1個だけ残ってるわ。危なくなったら逃げられます。さあ、これいけるか。オッケー。いや、これは？やばい、やばい、大丈夫？めっちゃ怖い。怖い。オッケー、うわ、いいよ。あと残り10、オッケー、いいよ。お、向こう行った、お兄さん向こう行った。やばい、こっち来た。やばい。飛ぶわ。オッケー、オッケー。よし。よし。危ねえ。今最後ビーコン飛んだの正解だったね。いや、多分僕ビーコン最後飛ばなかったら倒されてたかもしれない、ナイス玉で。
いやー危なかったな。はい、ということで今回もねスプラトゥーンからもやってみたわけなんですけども、いやモンガラキャンプ場のローラーでね引っかかって行ける隠れ場所、いやあそこちょっとね僕結構練習したんだけど行けないので、僕センスないと思うんですよあそこ。僕一生何年練習してもあそこにね隠れられる気がしない。めっちゃ難しい、あの場所は本当に難しいから絶対わかんないじゃん、あの場所にいたらね。うん、まあ、ということでね、あの隠れ場所は、めっちゃ難しいけどめっちゃ強いです。はい、ということで、もしこの動画面白ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということでまた見てください。それではバイバイ。